バルサの10番アンスファティ。大怪我から復帰するも、あの頃の輝きを取り戻せていない模様。インテル戦のアウェイでダメ押し決めたあの時からファティにずっと夢見てる。それを壊したベテスのあいつ許せん。ファティは一旦10番外してあげた方がいいよ。メッシの後カンテラ上がりの期待の星につけさせたいのはわかるけど、荷が重すぎるっしょ。ラッシュフォードも昨シーズンは5ゴールしか取れなかった。ファティも信頼して使ってもらえばいずれは良くなるよ。ファティとりあえず痩せてくんね。丸なりすぎ。しかしファティは大怪我も絡んでかなり伸び悩んでしまったな。ラッシュフォードも去年は散々だったらしいし、向こうより若いからまだまだだとは思うけど。ファティには期待してるし復活してほしいけど、さすがに最近のパフォーマンスがね。給料もバカ高いし、財政面のこと考えたら放出の噂が出るのも納得なんだよな。ファティは売れるうちにウッドカントの血の気公開しそう。売却はよ。ファティは残りのリーグ戦でどれだけ結果残せるかによるかも。売却してジョアを取ってくるのは全然あり。今のファティにチャンスあげるくらいだったらカンテラーノにチャンスあげた方がいいよ。でもラッシュ見てるとファティを絶対諦めちゃダメだってなるよな。てかまあ今のバルサって、左でオーバーロード起こす仕組みだからファティマジで活躍しづらいよな。